息をつくなよ。違うってそういうことがちゃうやろ。でどうも手越しやです。とヤッホー、ジンだ。いや、呼んでいただきありがとうございます。いや、嬉しいね、ジン君来てくれてね。嬉しいです。いや、でも今日ね、本当に、はい、この企画でジン君呼んでいいのかな、はい、若干心配なところが。いやもう本当、何ですか今日はね、はい、アナー講座です。うわ、もう一番遠いよ。遠いでしょ。一番遠いんだから俺。でしょ。え、だから本当ね、俺も一回、第一回やったんですよ、マナー講座、ね、やってましたね。で、めちゃくちゃ怒られたの。いや、怒られてたもん。ナプキンの使い方から。いやね、いや見ましたよ、だから。あの時はちょっと手とか口を やるやつで。正直、多分先生、多分もう近くにいるからあんま大きい声で言えないんだけど、もうあの時習ったこと俺忘れてるもん。全部パーになってるよね。よかった、そういう人で。だってちょっと怖すぎて、はいはい、先生の情報ちょっと調べてきました。あ、調べた。はい。どういう情報あったの？昔、結構男の方と遊んでたって。めちゃくちゃ。なるほどね。誰にでも歴史はあるから、もうそのマウント情報だけ持ってきます。なるほどなるほど、武器持っとかないとね、やられちゃうからね、はい、多分もう先生来られると思うんですよ。いやだから下の名前が宮古先生。そうです、そうです、はい、平林宮古先生です。宮古先生。あ、おおおお、宮古ちゃん、ジン君、はじめまして。あ、はじめまして、はじめまして。平林でございます。いつも拝見しております、YouTube で。前回ですね、YouTube で藤森さんと手越さんに電話を話してるのに、ガチャンと切られた平林宮古でございます。今度お会いするときはもっともっと頑張っていただかないと、これじゃ話にならない。やばいよ、切ったら。何してんの。もう俺、だって俺これ以上もう怒られたくないから。何やってんすか。違う、切ったの、あの人が。ダメだって。あの人が切ったの、藤森さんが切ったの。許せないから、もう本当は来たくなかったんですけど、はい、もう、ぶたされて来てしまいました。すいません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼いたします、はい、どうぞ。でもって、はい、なぜ私が一番下座の入り口に近いところなんでしょうか。あ、もう、そうか、ここが一番偉い席ですか。あ、真ん中が偉い席。ああ、チャンネルなしですか。2番、3番で。はい、いいんです、3番手で構わないんですけれども、はい、今日は中華料理ですね。今日中華、はい、日本料理とかとは違うんですね、はいはい、そんなにうん、こうやらなきゃいけない、ああやらなきゃいけないっていうのはないんですけど。あ、そうなんですか。あ、はい、そう、よかった。ただ、周りの方もいらっしゃいますし、お隣の部屋の方もいらっしゃるので、はいはい、ある程度のことはやっぱり勉強していきたいなって思っております。うわ、楽しみだなぁ。来ました、ね、なんだろう、1品目。コーンスープ。ああ、いいじゃないですか。うわ、いいな、みんな大好きコーンスープ、うん、中華料理っていうのは、四川と広東と、はい、北京料理と上海料理があるんですけど、はい、で今日のは上海料理、はい、上海料理、はいはい、うん、がメインということ。なるほど、うん、はい、じゃあいただきましょう。いただきましょう。話するところで、ジン君、何なんですか、はい、それそのナプキン。よくないよ。あ、覚えてますね。覚えてます、はい、横目で見てましたもん。全て覚えております。横目で見てたもん。しましたから、私は。違います。そうです、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 そうなんです。その中で手拭くんです。うわ、すごい、覚えてます。先生、すごいです。素晴らしい、覚えてます。はい、よろしいですか。わかりました。はい、じゃあ、頂戴いたしましょう。はい、いただきます。はい、うわ、すげー、うまそうっすね。おいしい。あのですね、ごめんなさい、このスープをいただくときって、うん、止めろ。説明するやないか。違うから説明してんのに止めか。ごめんなさい、言わせないようにお願いいたします。わかりました、いただきます。すいません。このスープはですね、はい、パセリの刻んだもの、この苦味で舌をゼロにしてリセットして、それからスープいただくという。なるほど、覚えておかれるといいと思います。彼女のまだかっこ悪いですからね。うん、ジンは彼女たくさんいるんですよ。うんうんうん、いないわ。何いないわ。いるんですもんなら分かるんですけど、まだ100歩譲って、たくさんはいないわ。先生じゃないんだから。あ、そうか。そうですね、私も両手両足いましたので。両手両足、4はいるぞ。そうね、最低4はいるね。最低4はいるっすよね。
変身系だな。お待たせいたしました、小籠包ですね。小籠包、あーいいですね。うん、あー美味しそう。美味しい。生姜と黒酢でお召し上がりください。はい、ありがとうございます。こうね、こうして、こうじゃない今見た見たジン君は見た熱そうこれ食べれます、一発で。これ小籠包ってちょっと汁出しますよね、確かに。こうやってね、いや、どうしと気をするんだよね。これね、これね、ちょっとダメなんだよ、先生、これ。あもう、もう、見られてプレッシャーになってるじゃないですか。はい、まねはしないようにしましょうね。食う前に言う。さぞ美味しいでしょう。こんなガサツのいただき方。美味しそうですね。ねえ、こんな風にね。自分なりにいただくっていうのが一番おいしいいただき方なんだけども、うん、他人さんがいたり周りが聞こえる場合はやっぱりそうはいかないと思うんですね。緊張するよ。よっ、あ、ありがとうございます。それがいつも通り。はい、うん、なるほど。なるほど。あ、子供っぽい。あ、子供っぽい。うまっ。そら、彼女がいないはずだわ。比較ゼロ。品性なし。まず、箸なんだけど、箸袋から出して、一旦置くんですよ。で、ここを、こう、千代結びって言うんだけど、こういう風に折っていくんですよ。これ何に使うの？何に使うんだろう。これはね、食べた後にここにソースとか、からしとかつくじゃないですか、はいはいはい、汚いでしょ。だからこの中に入れてお返しするんです。片付ける時に相手が片付けやすいように。へー、なるほど。で、次にですね、はい、これは時計回りなんです。右回り。あー、なるほどね、はいはいはい、だから今こう手越さんに会ったわけだから、うん、近い方前でなくて、この右回りにするっていうことなんです。なるほど、はい、で、次にお箸を取ってですね、はい、左手で受けて、はい、滑らして、滑らしました滑らして、で、中指を入れて、はい、なんです。それからですね、レンゲを持って、うん、はい、そして一ついただいて、いただいて、この上に置いて、置いて、うん、で、まずお箸をもう一回置きます。それから、自分の好きなものをつけていく。これを相手が使いやすいようにしておくということ、こう使いやすいに使いやすいように、こう相手が取りよいようにしておくということが大事なんですね。で、これをまた回していくわけですね、次の方に。なるほど、はい、はい、どうぞ召し上がれ。はい、僕からいただきます。あなたじゃない、神座の人、真ん中の人って言ったじゃん。誰が僕からいただきます。これ厚かましいな、お前。厚かましい子やな。受けます。滑らせます。レンゲを持ちます。取ります。乗っけます。置きます。下で受けます。滑らせます。置きます。そうです。 AI になった。 AI になった。醤油を取ります。かけます。次の人が取りやすいような気心を書いていきます。気遣い、気遣い、そして気遣いをします。そして持ちます。受けます。はい、受けます。はい、生姜を乗っけます。はい、そしてもう一回置きます。はい、置きます。はい、受けます。はい、滑らせます。はい、箸を置きます。そしていただきます。はい、さようでございます。じゃあ、ジン君がどうぞ。はい、はい、時計回しに回します。丁寧に両手でも回してみます。一応こう回すんだよ。ああ、そうです。猫、こう猫じゃないんですよね。こういう風に回すんだよ。箸をこう持ちまして、下から舐め出しながら持ちます。舐め出しながら、よっかん言葉やけど、これを持ってここに乗せます。一度ここに置きまして、舐め、できます。ここ
こに置きます。そして自分の好きな白酢いってみようかな。白酢いきます。かけまして、相手の好きな方、相手の方に向けて上に乗せます。置きまして、箸置きに置きまして、いただきます。そんな風になるから、はあ、うまっ、うまっいい振りでしたね、今でもね、うん、そういう風に失敗することってあるじゃないですか、はい、だから本当は一口でいただくんだけど、うん、ちょっとこう味わってみるっていうことが大事なので、ちょっと口にする、うん、ただこれはね、ショロンポは今のように汁が出ちゃうから気をつけないと、はい、なるほど。でちょっと食べてみて、それから お酢、白酢はどうかなっていうのを味わうことも必要です、はい、なるほど。で、なんかこう箸置きがなんでこう立ってるのかがわからない。箸置きをこう寝かせると、そうですね、寝かせましょう。寝かないですよね。眠くないですかね。眠くない、眠くないとかしないですか。まあ、それか男の子で元気なのか。あ、そういうことがちゃうやろよし、俺とすごい突っ込んでみるんですね。え、なんだろう。え、なに、うわ、すごい。え、しました。うわ、まあ、美味しそう。うわ、すげー。もう絶対食べたい魚だ。でっかい、一匹丸々だ。はい、どうぞ。主菜の下に。これ終わってるやん、もう。肘をつくなよ。前回言われてたっすよ。うわうわ、美味しいものが、ね、悲しくなってきた。どん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 いっちゃってください。うわ、いや、平等にお願いね、はい、平等に。めちゃくちゃむずいっすよ、先生。先生めちゃくちゃむずいっす、先生。うわうわ、もうなんか汚いわ、もう違う違う、先生だんだん食べる気しなくなって、先生、あ、めちゃむずっすよ。わ、骨超多いっすよ、先生。じゃ、わわわわ、先生、骨すごいっすって。うわ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 、ゾンビキラー。先生、骨すごいっすよ。これはむずいぞ、先生。もっとちょうだいよ。シンプルにね。どうすればいいんだろう。裏返せばいいのかな。でも難しいから。うわぁ、もうなんか、あ、でもこれ身がたくさん、先生、あったあった、ありました。先生、身ありました、この下に。うわ、いっぱいある。隠し金山みたいなのがいっぱいあった。自分が一番大きいんだ。いや、じゃあ先生、隠し金山が出てきたんですって、ひっくり返したら。先生、無事に、責務を全うしました。全うしてない。あのね、一番やってはいけないこと。お、魚をひっくり返す。ダメなんだ。上を取って骨を上にやって、下を、はい、しなきゃいけない。浮かせて骨を向こうにやらなきゃいけないんですよ。あ、隠し金山スタイルダメなんですね。そうなの、そうなの。いただきます。いただいていただきます。いただきます。違うって受けないと、受けない、しっかり受けないと。やっといただけるんだけど、私こんだけ今ね、たくさん入ってて。やめですね。うまっ、おいしい。あ、でもおいしい。めちゃめちゃおいしい。おいしい。うん、おいしい。うん、ずっと箸を持たない、一旦置く。どんな型でね、骨を取らない。骨を取るときは、はい、この中で骨を取って、この手前に置く。これで一回受ける。違うって。こうして、今骨があったら、骨を取ったらここに置いて、で、それからこう。なるほど、なるほど。これ先生、お手本のやつやってもらおうと思ったんですけど、もうここまでになったら。そうですね、ここまでになったら無理。でもですね、うんうんうん、ナイフも使って、こう浮かせていくんですよ。ああ、骨を、うん、浮かせて、浮かせて、浮かせ、あ、骨を浮かせて、そうそうそう。あ、でもすごい綺麗、綺麗、中の方も出てきた。こうしていくんですよ。あ、なるほどね。で、向こうにやるんですよ、これ。はいはい、これはもうこっちについてるので、はい、今もう料理が失敗しちゃったんだけども、こういう風にして
こういうふうにして、はい、あ、綺麗。で、これをサーバーです。なるほど、うん、食べられるとこんないっぱいあるんですね。そうなのよ、こんだけあったのにさ、こんだけしかない。アンロフト、パイナップルケーキ。パイナップルケーキ、美味しそう。まず、お茶の香りを味わってから。わかりました。叩くを手前に引いて、はい、はい、叩くを手前に引いて、引きずるな、浮かせて。浮かせます。置きます。はい、その香りを、うん、嗅ぎます。うん、いただきます。いただきます。ふいふい立てるな。あ、ちょっと待った、手越さん、これはお宅のお茶はぬるいですって合図になる。こうですか。右手で持って、左手で揺れを止めて、香りを味わう。はい、うん、素晴らしいです、うん、置きます。浮かせます、戻します。いただきます。いただきます。いただきます。頂戴いたします。頂戴いたします。頂戴いたします。おーか、だいぶ時間差。おいしいですね。うん、うん、おいしい、おいしい。今の食べ方見た、もう一回やって、もう一回見て。これはどうしてダメだ。先生、ダメだと思います。はい、お答えします。目をあーって言って口をほーって上げてるから、続けたら何でしょう。アホって言ってる。そうなんです。目であーって言ってる、ほーって言ってる。あー、これアホなのね。そうそう、だから、うん、目を上げずに少し下げていただくっていうのが品性、品格よね。そうそう、うん、これ間違えたら刺しちゃいけないんですよね。刺しても大丈夫なんですよ。刺しても大丈夫なんだ、はい、はい、刺していけないのは何がいけないのかっていうと、この前の件ね。で、物を人に物を刺すのがいけないのよ。ああ、なるほど、そういうことですね。勉強になりました。やめていたろ、過去形は。で、いただいたらどうするんですか。いただいたら、感想を言う。例えば、おいしいって。お腹がいっぱいこぼれてるし、ほら、待ってみよ。気をつけましょうね。はい、曲がりました。はい、で、それでナプキンはどうしますか。ナプキンは、うん、畳んで、ここで畳みます。ここで畳みまして、うん、綺麗に畳みましたね。違う。仮畳みをして、左に置く。これが、ごちそうさま、これでお料理が終わりましたです。あなたは終わってない。こうですか。右と左が違う。あ、左か。こうですね。左利きなのにどうしてわからない。もしね、まだお料理は続けてください。ちょっと僕どうしても化粧室行きたいですって時はどうしたらいいと思いますか。畳んでここにかけます。そうですね、はい、椅子にかけるか椅子の上に置くんです、はい、それはまだお料理をまだ出し続けてくださいという合図です。ただ左に置いたらもうお料理いただきましたら十分ですという合図になるということです。学んでるっすね。そうなんです、学んでます。人間なんで。だからやはりですね、読んだり見たり聞いたりするんではなくて、はい、このように実践することがいいんです。はい、読んでやりましょう。はい、実践しましょう。はい、お願いします。以上、今日は中華のお料理の講座でございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。それでは高橋さん、最後の挨拶をお願いいたします。動画作ってる。最後とかも最後なんで、ね、私が仕切らせていただきたいと思お願いいたします。というわけで、マナー講座第2弾をお送りしました。皆さんもぜひ毎日の生活に生かしてはいかがでしょうか。役立ててはいかがでしょうか。というわけで、この動画がもし良かったよという方はぜひコメント、そしてチャンネル登録、そして高評価、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。というわけで、今日は以上になる、いや本日は以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。はい、OK です。ありがとうございます。最後まで笑ったわ。めっちゃ笑った、面白かったわ。めちゃめちゃ面白かった。ありがとうございます。先生すぐ変わるんですよ。先生余韻ゼロ。仕事やん、めちゃめちゃ。もうちょっと余韻トークしましょうよ。すぐ変わっちゃう。仕事だったら喋んない。そっかそっか、もう早もう無理です。いっちゃういっちゃう。あー、すいません、お忙しい中ありがとうございました。早いな。ありがとうございました。これ、先生が言うときには出せなかったんですけど、うん、ちょっと用意したものを出します。うわっ、あ、え
うわ、すげえ、ザリガニじゃん。すっごザリガニだ。ガチザリガニっすね、これ。ね、どうやって食べるのが正解なんだろう。エビみたいに、もう先生いないから何でも手でもいけるし。はい、手でいきましょうか。先生いないから自由だ。いただいていいですか。はい、どうやって食べるのこれ。どこを食べれるのこれ。うわ、匂いすごい独特。これなんか中国で有名なんですか。誰もわかんない。誰もわかんないか。どうすか。うまい。うん、あ、美味しい、めちゃめちゃ。このサージは、うん、美味しい。これ激辛ドッキリじゃないですよね。どういうこと。美味しい。全然辛いけど。これやってんな、絶対異常だわ。悪魔だったけど。味どうすか。めちゃくちゃ美味しい。いやいやいや、え、いや待って待って、え、違うかな、違うかな、ちょっと待って、食べてみようかな。ん、美味しい。やってんな、やってんな、またやってんな。絶対激辛じゃん、辛っ、絶対激辛じゃん。え、絶対やったでしょこれ、手越しチーム。やったと思ってんの。やってなかったら無理してるんですけどね。やったと思うじゃん。やったと思う。やったと思うじゃん。はい。やってます。やってんじゃん。やってんじゃん。いやでもよかった、ちょっと全然分かんなかったわ。いや本当にもともと計画してなかったん、全然これは。はい。あなたこれ出てくる前に一回トイレに行ったよね。あ、行きました。あのタイミングでやるかって。そんな急遽で。そんな急遽で辛くできんの。うわー、今まんまとやられたわ。悔しい。しかもそんな雑なタイミングで。